今日も仕事頑張るか。ケンジ君ちょっと。はい。来た。昨日定時で帰ったでしょ。え、はい。あのさ、そういうのはやめた方がいいよ。はい。やっぱり先輩が帰った後に帰るのが礼儀じゃん。これは君のために言ってるんだからね。はい。いや、お前にアドバイス求めてねえから。あとね、飲み会ではもっとお酒飲まないと。そういう可愛げがないのがケンジ君のダメなとこなんだよね。なるほど。いや、晩年平社員のお前のアドバイスなんていらねえから。わかった。わかりました。求められてないアドバイスほどこの世でうざいものはない。はあ、よし休憩行くか。ふう、あ、出た。あー、仕事きついよな。給料安すぎだし、上がバカでほんとやってらんねえよ。始まった。まあそうだね。でもやめられないよな、俺たち土底辺だし。俺たち一緒にすんな。やめて別の仕事に就かないの？無理無理、どうせやめたって待遇が悪くなるだけなんだよ。俺はここでずっと飼いならされる家畜なんだ。それに、すまん、俺ちょっとトイレ行ってくるわ。あいつネガティブすぎる。口を開けば愚痴と不平不満ばっかだし、死ぬまでああなんだろうな。関わったらおしまいだ。よし、仕事再開するか。よし、あとちょっと。今日も定時に上がれそうだな。頑張ろう。おい、ケンジ。はい。お前今便所で台流し忘れただろう。え、お前の後に入ったから間違いない。お前絶対流し忘れてる。すいません。あのな、一つがだらしないやつは全部だらしないんだよ。たるんでんじゃねえぞ。はい、すいません。なんだそのやる気のない返事。仕事やめたけやめろ。すいません。なんでそんなにブチ切れてんだよ。感情のコントロール下手かよ。あー、この会社疲れるわ。ねえねえケンジ君。お、あー、これ言っていいのかな。何ですか。ここだけの話、平子さんがケンジ君のことを口ばっかで仕事ができないやつって悪口言ってたよ。は？いや、私はケンジ君はちゃんと仕事できるよって言ったんだけど。でも平子さんってあの年で平社員のくせに偉そうだよね。あの人何様のつもりなんだろうね。そう思わない？はあ、あ、これはここだけの話ね。はい。いちいち悪口情報運んでくんなよ。もう我慢できねえ。出すか。社長、仕事辞めさせてもらいます。は？辞表？なんで？給料か？休日の少なさか？ケンジ君、理由は何なの？いきなりどうしたんだ？お前らと関わりたくねえからだよ！今日の授業は終わり。また来てね。